さあ、ということで戦闘のチュートリアルかな。はい、次期のキャラクターの移動は画面内をスライドすることで行います。画面をタップしている間はショート攻撃を自動でできるということですね。はい、キャラクターにはシールド緑の、体力赤の2つのゲージがあります。攻撃を受けるとシールドが減少し、シールドがなくなると体力が減少しますということで、まあそれでがなくなるとゲームオーバーになってしまうっていうことですね。はい、おお、動ける動ける。お、敵が来ましたね。早速はいはいはい、本当に倒せるんでしょうね。まあ倒せるんでしょうね、こういう場合はね。おお、すごいすごいすごい。お、これをねゲットしていくって感じか。この黄色っぽいやつで、左上のゲージがありますね。はい、はいはい。さてさて、どんどん敵が来ましたね。お、大丈夫よ。その力を使って敵の、その力、これかな、この丸いやつかな、右下にある。さあ、これを、押すとどうなる。え、おお、すごいすごいすごい、敵が一気にやられていきますね。さあ、で、あ、ちょっと待って、これ、この紫色のね、あの宝石みたいなやつを、どんどん集めていったらいいみたいなんで、ちょっとこれを集めていった方がいいですね。破壊された弾幕はアイテムに変わるわ。できるだけ集めておきましょう。なるほどね。はい。うわ、なんか強そうな敵来た。おお。はいはい。お、カード来た。ここでカードを使うって感じね。本来は使用する必要があるのだけど、今回は使ってみましょう。じゃあ。さあ、使ってみて。じゃあ使ってみましょう。おー、これか。これ、お、メイリン。おお、すごい、一気に倒せた。あ、もう一体も倒せばよかったな。そう、これは役に立つね。さあさあさあ、うお、なんだこれ、ボスっぽいの来たよ。さあさあさあ、お、レイムの本気。さあ、あのカード使うのかな。さあ、レイムのカードを使いましょう。よいしょ、来た、無双封印。おお、すげえな、さすが。これでどんどん戦っていくっていうわけね。はいはいはい、わかりました。お、これが実力ってやつよ。まあ、てな感じですね。はい、全部 S ランクということで、まあ、これでね、ボーナスとかいろいろ、まあ、もらえていくってみたいな感じですね。はいはい。受けたダメージとか、あ、そういうのもあるんですね。じゃあこれでどんどんやっていきましょう。確かにこれがあれば通用する。これで怪異ってやつに思いっきり弾幕を叩き込めるぜ。さあ、チュートリアル的な感じは終わったかな。どういたしまして。さあ、ここからどうなっていくか。これから頑張って。まあ、これからは、まあ、ストーリーが始まっていくのかな。ちゃんとした、あ、まあ、ちゃんとしたっていうか本編かな。なんだか気になる言い方するわね。そうだね、なんか今の言い方、なんか、あー、裏がありそうな感じもするような、気がするような、気がするような。それじゃあ、もっといろいろ試してみたいし、そこら辺に可愛いがいないか探してくるぜ。はいはいはい。あー、ちょっとマリさん。まあ、この辺は、まあ、いつも通りですね。本当に言っちゃった。まあ、とりあえず、まあ、幻想郷が滅びる前に、まあ、退治していくって感じかな。はい、敵を。もういないし。もう分かったわよ。いつも通り、自分で調べて自分で何とかするわよ。でも、幻想郷に出た新しい存在か。こんな勘はなるべく外れてほしいけど。すごく嫌な予感がするわね。そうだよね、俺もなんか嫌な予感がするわ、本当に。さあ、こっからはどうなる。お、ホーム画面ですね。解決する者たちや早期カードはガンダムで入手することができるわ。
さあ、お、ガチャかな。おー、来た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 。私が引いてあげましょう。あ、引いてくれるんすか。マジっすか。あ、じゃあ無料でまず10連だけ引いていきましょうか。じゃあさあ、じゃあ引いていきましょう。これはまあキャラ確定かな、多分最初なんで。多分ね、ロストワードの時はそんなんじゃなかったけど。よっしゃ、引いていきましょうか。一発目にね、出るキャラがやっぱり重要ですよね。さあ、金色？お、虹色。あ、虹色、今回も虹色が、あれかな、キャラ確定って感じかな。はいはいはい。あ、なるほどなるほど。青色が多分星3で、金色が多分星4とか、そんな感じじゃないかな。で、あの、丸く開かってるのがキャラクターみたいな感じかな。お。なるほど、なるほど。こういう感じで、ね。まあ、弾幕とか、今までの東宝ゲームと、この辺は同じですね。はい。まあ、この絵札もね、だんだんと、集めていったら、まあ、全部集めるって感じでしていったら、いいんじゃないでしょうかね。冬の忘れ物。なるほど。星4は青色なんですね。はい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 。さあ、今回の、一発目のキャラクターは何が当たるかね。まだね、フランはね、実装されてないみたいなんでね。僕の推しがいつになったら実装されるのかちょっと分かりませんけども、早めに実装してほしいですね。早くフランが来てほしいです。はい、とりあえず今は、お、あー、これはこれはあのキャラクターでしょう。やっぱりね、川城ニトリ。はい、一発目のキャラクターは川城ニトリが当たりましたね。はい、いやー、でもね、今ね、サクヤさんとかレミリア当たってほしいですね、できたら。まあ、この後もね、多分ね、引くと思いますので、まあまあまあ、徐々に引いていこうかなと思います。もう、面白くない。何が？何が面白くないの？お、サナエだ。悪そうですけど、どうしたんですか？なんか、今のレム、機嫌が悪いですね、なんか。さあ、一体何があったんでしょうか。まあ、いろいろあったんでしょうね。ここ1週間で、うん、どんどん増えてるみたいだし。まあ、そうだね。私とレイムでいろいろと待って、目に見えるほどの、それでストレス溜まってるのかな。あ、それ私のいる守谷神社でも参拝者の方から聞きましたよ。ほう、新種の参拝客から聞いた。出没するから里の外に極力出ないようにって言ってるそうですね。はいはい。私はお二人からゆかりさんのお話を伺いましたけど、なるほどね。どうして怪異のことをわざわざ新種の妖怪なんてごまかしたりするんですか。ごまかしたりする、そんなの当然でしょ。どうなんだろう。妖怪とは違う、得体の知れない奴らがさらにうろついてるのよ。うん、里の周りにも出没するようになってきてるし、里の人たちに余計な不安を与えないための情報操作よ。そうそう、おかげで里の中はいつもと変わらない平和なもんだろ。平和なんですね。まあ、得体の知れない怪異を妖怪と思わせておくって配慮としては今のところ成功してますね。怪異が増えた分、私の神社を参拝する方は少し増えてますが、うん、妖怪への恐怖で人々が混乱しているってほどではないですし、白霊神社は相変わらずの閑古鳥だしな。そうだね、それはそれで問題だけどね。それはそれで問題だね、確かに。それは問題なんだけど、ゆかりが私たちだけじゃなくて、うん、妖怪たちにも怪異に対抗できる道具を渡していたのが気に食わないのよ。うん、それの何が問題なんだ。私たちはこの道具をもらうまで怪異への対抗手段がなかった。それは妖怪たちだって同じことだったわ。怪異から自分の身を守ることに手一杯で、他に何もできない。つまり妖怪の活動頻度は下がっていたはずだったのよ。はい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 。そうですね、普通の攻撃が通用しないのでは逃げることしかできませんし、うん、そうなれば里の脅威は怪異だけになるわけ。妖怪を気にせず怪異の退治だけに専念できたはずなのに、
ゆかりが余計なことして妖怪が活動できるようになったせいで私たちは妖怪にも注意しなきゃいけなくなったのよ。でもそれは対相手の戦力が増えて私たち人間が、まあ良いことなんじゃないの、わかんないけど。そうだよな、ついこの間も里の外れあたり、まあ妖怪がカイと戦っていたのを見たぞ。里は広いから私たちだけじゃ完璧に警備もできないし、ただでカイ退治をしてくれるってんなら助かるじゃないか。それってつまり妖怪に里を守らせるってことでしょ。そんなの言語道断よ。いやーなかなかね。もし里の人間にそのことが広まってみなさい。妖怪が私たちの生活を守ってくれてるんだって信頼しだしたら。それはまずいね。大勢の人間が妖怪を恐れなくなって幻想郷のバランス、幻想郷のバランスが崩れる。そうよ。そうだよね。そもそも幻想郷は人間が妖怪を恐れるっていう形で成り立ってるんだから。いい？二人とも次に里に近づく妖怪を見かけたら問答無用で退治すること。はいはいはい、退治するっていうわけね。はい。妖怪は人間の敵だけどな、何も迷惑かけてないやつまでわざわざ退治するのか。まあでもね、まあ迷惑かけてないやつまで退治する、うん、どうなんだろうねその辺は。まあでも幻想郷の平和を守るためっていうのもあるっちゃあるけど、いずれ対抗を止めて面倒事を起こすに決まってるわ。まあそうだね。怪異退治の報酬を請求してきたりね、特に天狗とか狸とか。いやまあでも警戒する気持ちはわかるが、どうなんだろう、ほぼ言いがかりだな。八つ当たりで退治される妖怪にちょびっとあそこは同情するんだね。とにかく妖怪が人間の里に来るいい出汁になる前にこの異変を解決するわよ。はいはいはい、いいわね二人とも。すまん、手伝ってやりたいところだが、カイのお、ちょっと待て、お、逃げようとしてるなマリさん。二人とも逃げようとしてる。これはちょっと待ちなさいよ。勝手に遊びに来ておいて都合が悪くなると帰ろうとするなんて。お、なんだなんだなんだ、え、なに、地震、おっとっと、え、俺んとこじゃねえよな、違うな。なわけねえか。確かに最近地震が多いですよね。昨日も地震で神棚から物が落ちて、昨日もあったんだ。さっきの揺れでまた落ちたかも。急いで帰って確認しないと。はいはい、結局行っちゃう。散らかってるのは元からだけど壊れてたらまずい。いやまあまあマリさんの家はねいつも散らかってますからね。コマカンの本があったりとかね、バジリの本があったりとか。待ちなさいったら。あれ行っちゃう。え、何この光。ん？何？え、何？何を急に無言で見つめてきて。え、どういうこと？何かあった？エリームに何かあった？何今さっきの光？は？え、ちょっと待って、なんで二人とも固まっちゃってんの？え？どういうこと？え、待って、どういうこと？どういうことなの？最初に戻った。ログインのあもらえるやつですねこれ。はいはい。さあということでね、さっきのね続きはね、あの新ストーリー、メインストーリーからまあ見れるでしょうということで、でここでまあ一気にもらえるということで、ここでガチャができますね。はい、13,350個貯まりましたね。はい。さあということで早速ねちょっと、ガチャをしていきましょうか。ガチャ、引いていきましょうか。13,350個あるので、まあ大体3回でくらいかな、30連かな、できるのはということで早速やっていきましょう。まあキャラ出なくてもいいから、まあいい絵札が出てくれるだけで、ありがたいんで、まあできたらサクヤさんとかレミリア当たりたいですね。はい、まあ普段はまだ実装されてないんで、はい、金色なんで多分出てこないかな。はい、絵札だけですね。はい、
まあ、絵札の4は、星4つの絵札は確定で出てくるのかな、これ。てか、絵札のっていう言い方で合ってるかわかんないけどね、まず。さあ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 。まあ、30連だけやっておきましょう。まあ、でもね、今後課金するかどうかわかりませんけども、まあ、ロスターとかね、今まで僕、ゲームであんまり課金したことないんで、はい、そんなにお金もないんですね。ロスワとかだったら俺1個もね課金してないんでね。はい、モンバのモーニングルーティンですね。メリンです。さあ、まあまあまあ、10連目はこんな感じですね。はい、3つの、新しい絵札がありましたね。はい、じゃあもう1連、もう20連やっていきましょう。さあどうなる、キャラ当たるかな。でもこれではちょっと当たんないかな、多分当たんないかな。そんなうまくいかないでしょう。あ、金色ですね。はい、さあキャラは当たりませんでしたね。はい、まあ今後ね、ちょっとね、ガチャ引いていく時があったら、また動画にしようかなって思います。ね、はい、ということでね、今回はですね、こんなとこで終わりたいと思います。次回からですね、まあ新ストーリーをやっていくか、またね、ガチャをね、やっていくか、まあそれはまた考えますけども、第2弾は、まあ新ストーリー進んでいこうかなと思います。またね、ガチャ、引いていく時とかありましたら動画に出していきます。でね、フランとか、推しが実装されましたら、ぜひともね、動画を出してガチャを、引いていこうかなと思いますので、まあ今後ともよろしくお願いします。ということで今回はこんなところで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。またサブチャンネルの方もやっておりますので、そちらの方もぜひ確認してみてください。それではご視聴ありがとうございました。じゃっ